アラガヤです。今回もラストサバイバル生活の方やっていきたいと思います。前回ですね、最後の方に次回はロケットランチャーでデカめの拠点を抜きたいみたいなことを言ってたんですけど、今ですね、その抜く予定だった、拠点の方に来てみて、確認したところ風化してるんですよね。じゃあミニコプター地上につけたいと思います。でまあ、この拠点は4階建てぐらいで、結構ね、幅も広かった拠点なんですけど、石の部分とかだいぶ風化しちゃって、もう走行板も風化してますね。金属も風化してる。どうなんだろう。元はこれ 2×3 なのかな。いやまあでも走行板の壁あるってことで結構硬かったとは思うんですけど、まあでも扉があるんで抜かれたわけではないのかな。まだチェストあるっすね。そこがタンスかな。入ってる、装備系。ああ、でもどうなんだろう。これ取られた後なのかな。電気アイテムがちらほらあって。二人組かな人数的には。ああ、やられたんだな、これ。とりあえず少しだけ装備回収していこうか。まあ、あと両開きだったり、電気アイテム。まあ、前回の動画の時には、あの拠点とかなかったんで、まあ、風化して、誰かが資材系持ってって、あそこに拠点立てたのかなと思われます。ってことは、ワンチャン、あの木の拠点とか抜いたら、いいもん出てくんじゃねえのか。今回、火炎放射で拠点抜きしてもいいかもしれないですね。これは完全に遊んでんな。石の暖炉とかも設置してるし。何もないのかも。何この拠点。すご。黄色くかかってる。右も左も。あ、でもチェストはないかな。見た感じ何も入ってない。まあでもどっちかにタンスはあると思うんですよね。タンスっぽいのもないな。なんだこれ、教会みたいなの意識してんのかな。まあでもタンスないんで、どっちかの扉にはあるってことか。まあでも運び出しただけのただの仮居かな。こっからまたさらに本居に持ち帰っているとは思う。上上がってみて、あ、チェストあるわ。一旦ここに風化のアイテム運び出したんだな。木材しか入ってなかったっぽいね、タンスの中は。ここ火炎放射で燃やしてみるか。ということで、火炎放射器と鉄燃料持ってきましたので、あそこのミニコプター乗って再度木の拠点に向かいたいと思います。ではこの木の扉から燃やしていきたいと思います。ほいよー。びっくりした。キーロックっていうのも結構気になるしね。さあ、もう壊れますね。壊れた。もう一つあるか。あ、ロックかかってない。なんか入ってっかな。んー、回収。おっと、外壁用ゲート、外壁。3級ライフル。弾。まあでもほとんど持って帰ってる感じか。爆薬。ここは空か。なるほどっすね。3級ライフルでかいな。タンスは？お、結構入ってんじゃん。まあでもそうか、向こう側の木の拠点も見たいんで、とりあえず、アイテム系は入れておこう。扉もつけて。こっちにも黄色くつけましょう。けどこれ気になったんですけど、どうやってあの窓枠のとこ行くんだろう。上に上がっていく部分ないんですよね。境界意識してるから、ただカッコつけでつけてんのか。あ、でも階段が見えるぞ。うん、上がり方がわかんねえわ。
扉もないしね。まあいいや、2枚とも、木の扉破壊したいと思います。ほいよー、両方と同時に燃やしていくか。ダブルで燃やしてってる。あとどれぐらいだ。こっちも50ぐらいか。75。火炎放射放ち飼いがあるね。左は壊れるかな、そろそろ。あ、どっちかはタンスなので。あ、でもあれかな、窓枠の方にタンスがあるかもしれないか。もう一枚扉ある。これ提出足りねえぞ。右は？あ、こっちももう一枚扉ある。めっちゃめんどいなこれ。どっち壊そう。左壊すか。これ残りの提出39で壊せないな扉。これで提出なくなっちゃいましたね。残り耐久50弱ぐらいになるかな。ということで一旦提出燃料取りに帰りたいと思います。その際に一緒に先ほどのチェストのアイテム運ぼうかな。やらかしちゃったことがあるんですけど、提出燃料全部使っちゃったせいで帰りのミニコプター燃料なしで飛ばせないというね。泳いで帰らないといけない。海を渡りまして、提出燃料280持ってきました。左右どっちかの奥にタンスはあると思います。左から燃やしていきましょう。右も燃やしとくかついでに。割れた。何もない。あ、タンスだ。木材えぐ。あの拠点大量に入ってたっぽいね。多分セーフゾーン近かったから白石を木材に変えてたっぽい。これ右何なんだろうね。じゃあまあでもこの扉の奥も三角のマスなんで大きな木箱置けないからな。まあ、空洞かもしくは小さな木箱か。残り20。これで壊れるかな。さあ何があるか。何もないっすね。空洞。え、ちょっと期待したのにな。まあ、地下通路っていうかこの舞台の下の部分ですね。チェストあったら面白かったりね。ずっと明かりついてるのは何なんだろう。建築して上がってきました。よいしょ。なんか壊れたね。焚き火が壊れたのか。木材入りすぎだろ。多分1000ぐらい入ってたと考えると、この焚き火に火つけたのって結構最近ってことになるね。まあということでこの拠点は見切りましたね。無事洞窟拠点に戻ってきました。まあ、今回大量のロケットランチャーの弾で拠点抜きする予定だったんですけども、そこが風化していて、まあその風化で得た物資持ち出してるであろう拠点、まあ、火炎放射で抜くことになったんですけど、まあ、提出燃料使ってあれほどの物資ゲットできたのはかなり美味しかったですね。で、まあ、次回ロケットランチャーで拠点抜き、まあ、リベンジしたいということで、何発ぐらい作れるかまだ分かんないですけど、30発ぐらいは用意して、まあ、でかい拠点をレイドしたいですね。では私頑張って、おしゅしょー、ちょ。よし、リボルバーだ。さあ、あと3枚爆発してくれ。いいね、いいね、いいね。よしよしよし。